車内の様子東京都交通局330、軽電車は東京都交通局の AGET である日暮里、トネリライナー用の車両。輸送力増強による列車増発のために2015年10月10日に営業運転を開始した。第1編成である31編成は2015年に三菱重工業で製造された。車両の外観などは 東京都が出資しているゆりかもめで使用されている7300系に似たデザインとなっている。車体はアルミニウム合金製であり、300型と比べ、1編成あたり7.4トンという大幅な軽量化を図っている。客室扉は1両あたり片側2箇所の外吊り、式両扉軌道としており、車内側には予告開閉ランプが取り付けられている。 戦闘車前面の下部中央には LED 式の全小灯と尾灯を集約配置している。側窓は熱線吸収 UV カットガラスが採用されている。戦闘車の戦闘側面にはシンボルカラーが配色されており、日暮里保330の1型には街の活性化を表すマゼンタを三沼大浸水公園型330の5型には 沿線の自然を表すグリーンを配色し、車体中央側倉下には沿線都市の緻密さを示す縦のストライプが配置されている。制御装置は300型と同じく VVVF インバータ制御装置を採用しており、コンバータ装置と VVVF インバータ装置を一つのユニットにまとめた主変換装置により誘導電動機を制御している。 五両編成すべてが電動車となっている。補助電源装置は電力に参照交流を使用しているため、参照純ブリッジ創制御方式による出力極場のものを編成に2台搭載しており、その他に単相交流 100V を出力する3区場の補助変圧器を編成内に2台、三小交流 200V を出力する8.5区場の補助変圧器を 各車両に一台搭載している。台車は平行リング式のダイヤフラム式の空気バネを搭載したボギー台車であり、台車の走行車輪を走行する走行方式は300系の二軸四輪、ステアリング方式から四案内輪車軸、ボギー方式に変更されている。300型は混雑時に重量超過となる懸念から限界以上の乗車ができない用立席スペースを 意図的に狭くする方針であり、当初はオールクロスシート、その後一部ロングシート化を行い若干乗り積スペースの増加を図ったものの前日の理由からこれ、以上の定員像はできない状況である。330型は車体を大幅に軽量化し、その軽量化分を定員像に振り向けることで、オールロングシート化を実現している。そのため一部クロスシートとなっている300型よりも、 輸送力が15%以上向上している。客室内では2棚の新設と釣り手の増設が行われ、客室の照明には LED 式照明が採用されており、客室扉上部には15インチの2画面カラー液晶ディスプレイを千鳥式に1両あたり2箇所に設置されている。ロングシートの腰掛けにはバケットタイプを採用しており、一般席はグリーンとし、 優先席はマゼンタとしている。車椅子、ベビーカーのためのフリースペースは中間車の330から3型に2箇所設置されており、車両のつまめんにある貫通路には LED 式のダウンライトが天井に取り付けられている。また、防犯カメラを1両あたり2箇所天井に設置している。二千十九年十二月十三日から十四日にかけて十二編成5両。 2020年2月20日から21日にかけて33編成5両がトネリ車両基地に運び込まれた。本編成はさらなる混雑緩和に向けて追加増備されたもので、すべての車両にフリースペースが設けられているのが特徴である。判例。ありがとうございます。